まあ、行田市のヘルメットの着用率がまあ悪い悪いなって自覚あります？もうちゃんと持ってくださいよ。自分の命を守るためにもヘルメットを装着した方がいいと思うんですけど、なぜみんなかぶりたがらないんですかね？それはヘルメットの効果についてあまり知られてないからじゃないかな。でも今はすごくおしゃれなヘルメットも増えてるんです。こういった帽子型のヘルメットなんていうのもあって、これなら洋服にもバッチリ合うし、おしゃれじゃないですか？本当だ、洋服にバッチリ合いますね。